でした。スラーアルカスカメラ背番号7田坂愛選手のトライです。背番号3黒川葵コンバージョンゴール成功です。14対0でアルカス熊谷のリードです。前半終了です。マッチナンバー24カップトーナメントクォーターファイナル横浜 TKO 対アルカス熊谷14対0でアルカス熊谷リードです。マッチナンバー25の両チームの代表者はコイントスを行いますのでホームテント前に集合してください。背番号10、薮内あゆみ選手のトライです。背番号3、黒川葵、コンバージョンゴール成功です。21対0でアルカス熊谷のリードです。フルちゃん Thank you.
さあ、アルカス公園背番号5、中丸愛選手のトライです。だってボール出すのもそうですね。マテイトンガ選手に代わって5番中丸愛選手、3番黒川、失礼いたしました、8番野田夢野選手に代わって4番古田真奈選手、3番黒川葵選手に代わって2番久下飛鳥選手が入っています。横浜 D ゲーム選手の入れ替えです。7番伊藤瑞穂選手に代わって6番青柳双葉選手が入りました。アルカス熊谷選手の入れ替えです。1番竹内彩選手に代わって12番山下花凛選手が入りました。ノーサイドです。
マッチナンバー24カップトーナメントクォーターファイナル横浜 TKM 対アルカス熊谷、ご覧のように28対0でアルカス熊谷の勝利です。